さんこんばんは。では早速歩きたいと思います。私ちらっと広尾の方に見には行ったんですが、あ、そうなんですね。結構そのがっつり冬物が入ってから見に行ってないので、冬の防寒も見たいなと思ってます。かしこまりました。よろしくお願いします。この辺りとかファーをちょっとあしらったものですとか、はい、ちょっとこういうニットとかも異素材で、本当ですね、こことここが違うから、はい、すごい女性らしいラインになってるんですよね。なんか大人女子とか大人ゴルフ女子みたいな感じですね。はい、すごく上品なゴルファーっていうイメージです、ね、だけどこうファーとかちょっと異素材使うことで、その決めすぎない感じもあっていいなと。このニットもそうですか、このパールとかすごく、はい、華やかです、ね、華やかです。でなんかこうトゥ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 とか塗っちゃうと、はい、もうなんかあ、パールがすごいついてますみたいになるけど、縦ラインだからすごくこう上品に見えるなと思います。綺麗です。じゃあどんどん、はい、なんかこういうビジューとか細かいところにすごいこだわってて、襟元にビジューとかを使っていたり、一つ一つがビーズなんですよ、うん、これはな何柄になるんですか？こちらもダマスク柄です。ダマスク柄、はい、路面店限定なんですよ。ダマスク柄です、はい、こういうスカートとかはアフタヌーンティーをイメージした、あーすごい、ティーカップで、すごいかわいい、ティーカップなんですね、はい、あ、リバティだ、はい、ここは女性のレッドですね。あ、女性のレッド、これも路面店限定なので、丸の内と広尾と南千住で3店舗、しっかりしてますね、やっぱ生地も秋冬なんで。あ、こういうの好きです、ふわふわしたバイザーかわいいですよね。バイザーとかポイントでやるのは結構私も好きです。さっき見たあのパールのニットの色違いの赤なんですけど、裏地が風を通さない、風を通さないです、防寒具です。でも裏地ついてるけど伸びますね。裏地が伸びるんですよ。すごい、結構これ多分着心地いいですよ、肩回りと。本気おすすめの、私選んじゃうといつもの感じになっちゃうんで、店長さんに選んでもらったら。そうなりました、慌てます。はい、でも先ほどファーがお好きとおっしゃってたので、はい、もうこのスカートの白に、おー、すごいポケットの白いのに、はい、あ、上も白で、そうなんです、冬の白はもうキャラウェイ毎年おすすめしてるので。これすっごいですね。すごいんですよ、正直結構漏れるなって思います。わかります後ろ姿可愛いでしょみたいな感じが。で、脱ぐとモノトーンで着ていただけるよ、はい、このコーディネートはおすすめです。もうこのコーディネート着たいと思います。でもちょっとお店もね、もっとぐるっと見ていきたいんで、ちょっと一緒に付き合ってもらっていいですか？はい、広いんでね、ここちょっと、はい、すごい広いんですね。広いんです、屋内最大級なので、靴もいっぱい、はい、ございます。すごい、ティー、グローブ全部揃えますね。全部揃えます、一式、すごい、まあ、こういうグッズまでありますよ、ね、カップのグッズ、キャディバッグ、すごい、ツアーバッグがたくさんありますね、はい、あの広さを惜しまず大胆にディスプレイされてますね。そうですね、もう惜しまくこうチュチュチュ
チチチじゃなくてドンみたいな、はい、贅沢に、ね、でエピックも新しいエピックだ、あ、違う、新しいエピックだ、コージド、コージドも出てます。あの、はい、すごい場所取ってるなって気になったとこあるんですけど、はい、セッティングも行ってます。販売じゃないんですね、はい、販売もしております。販売とフィッティング、フィッティングをしております。へー、はい、ご自身に合った方を見ていただいて、その場でご購入もしていただけます。オデッセイってこんないっぱいあるんですね。そうなんです、ラインナップがもうものすごく多くて、すごい他とは違う、こういうことができるよみたいなのあったりするんですか。そのフィッティングでご購入していただいた方はその場で来角の調整ですとかシャフトのカットですとか、そういったことを、じゃあ微調整をそこでやってもうそのまま明日から打てますよみたいな。そうですね、はい、便利、服も見れてパターンも変える、広い、もうすごいですよ。じゃあエリーさんに紹介すると、はい、視聴者男性も多いので男性もね、はい、見に行きましょう。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はじめまして。男性売り場の紹介をするのに、はい、男性がいないといけないということで。そうですね、宮下です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。とりあえずざっと男性どうも、はい、見たいと思います。おすすめのところが、まあ、ロンドンがテーマっていうところで、生地をカッティングするストリートにちなんだという、下手ですみたいな、はい、ハサミのモチーフが今季多くて、なんか落ち着いてると思いきや、そうなんです、照明はシンプルなんですけど裏にポイントがあるので、なんか落ち着いてるよね。ちょっと高級ラインみたいな感じなんですかね。そうですね、紳士な感じなんじゃないですか。はい、シンプルなんですけどお素材ですとか機能的にもとても優れているので、こういう柄物とかもさ、ちょっと間違えたらおじいちゃんっぽくなるんだけどさ、おしゃれにはなってる。色合いがいいんじゃないですか。そう、パキッとしすぎてないから、ちょっと明るくてちょっと落ち着いててみたいな具合がおしゃれですね。男性もリバティみたいな柄とかも出てるんですね。ロンドンにちなんでリバティ社の生地を使ってます。なんすかこれ、リバティ合ってますよね。合ってます。これもリバティ、これもリバティです。このよく見る生地がリバティ、生地がリバティです。勉強ですね、はい、あ、ここにも切った跡が、ここにほら地味に兵隊さんの柄が入ってて、うんうん、普通の柄に見せかけといてみたいな感じがありますね。男性と女性のラインナップはどっちが多いんですか。男性の方が少し多いですね。ゴルファー男性の方が多いですもんね。英国風な、すごいこういう感じとか、なんか英国っぽいですね。ジャケットに縦っぽいチェックっていうか、あんまりもたっとしない感じの。僕はあとこれとかもほら、この柄になったからさ、なんか若く見えるじゃないですか。これもリバティ？リバティ。これもリバティ？はい。これってもうちょっとおじさんっぽくなるじゃないですか。このアイテムっていうのは、ね、若く見えるじゃん。軽くて。すごいですね。裏はモコモコしてて。本当だ。柔らかい。伸びる、ちょっと伸びますね。今季だけのベアのメンズのシリーズです。ベアっていうのはキャロウェイのベアですか？そうです。クマちゃんがここにいる。え、これ女性しか使えないモチーフなんですか。もともと女性でしか作ってなかったんですけど、今期は限定でメンズもお作りしてます。これはやっぱ反響があったんですか。なんか男性も出してほしいみたいな。そうですね、結構レディースからメンズの声が多くて、教えてる人こういうの着てそうだよね結構レッスンプロ、レッスンプロとか着てるとなんかビシッとしてて教えてくれそう。じゃあ今回おすすめのコーディネート、はい、はい、先ほどご紹介したロンドン、サミのロンドンのこのニットに紳士っぽい服の感じ。だいぶやってる人だね。20年以上やってそうだよね。うまそう英国紳士のような、ね、帽子はどういうの。帽子は冬を考えてバイザーにニット帽。バイザーにニット帽ってやるんですか。耳がね、寒いですもんね。こういう感じ。結構うまそうとしか見えないんですけどうまそう、うまそうだよねちょっと100とか絶対叩かなさそうな70代だよな。
だいぶ、はい、T シャツに選んでもらったこれとこれです、はい、どんなロンドンになるのか着替えてみたいと思います。チェンジ、はい、じゃん、もっこもこ、かわいいです。もこもこでーす。羊ちゃんみたいなコーディネートです。いい感じ。ボーダーがね、可愛すぎなく締めてくれるんで、膨張しません。黒を着てるんで、中に冬はこれでバッチリいけます。メンズお疲れ様でーす。はい、お疲れ様でーす。おー、だいぶ細身ですね、パンツが。足長く見える。うん、そうそうそう、自分のサイズにぴったり合ったパンツを履くと足が長く見える。ニットキャップ初めてなんじゃないですか。なんかモコモコしてるし、あったかいし。で、暑かったら取れば普通のバイタになるってことですか。そう、でこれこの店だけらしいですよ、丸の内店限定らしい。これそう、こういうのあるじゃん、これ、あったかいの。あ、本当だ。ここはね、やたら耳が熱いと思ったんですよね、やってて。で、さっき話を聞いたんですけど、キャロウェイのロゴは左がらしいよ。これ知らなかったじゃないですか。C マークは左側らしいよ。なるほど。これね、キャロウェイ好きは知らなくちゃいけない情報だと思う。あとこれはこうするらしい。うん、する。 なんで知ってるの。だって両方ジップになってる理由ってそうじゃない。ちょっと、する必要ないよね。だったら1個でよくない。うん、お腹でベルトとかすると余計ポコってなっちゃうから、そのパターする時とか。そういうことっすか。ほら、結構ならない。ああ、なるほど、なんか感じますわ。なんかね、僕すごい言い方悪いんですけど、キャロウェイに対してはなんかイケイケのワンちゃんか、イケイケになりたいおじさんが着るもんだと思ってて、ちょっといいやとかちょっと思ってたんだけど、これは着れるから。レッドレーベルを知らなかったの。知らない、知らない。だからそのイメージが、そうだからそのね、いろんなお店で売ってるやつを見たらやっぱ元気だなと思ってて、うん、これはやっぱりイケてるわ、35から45の人が着るといいなってずっと思ってて、僕は着ないなと思ったけど、これは着る。だってこれ足長く見えるし。いや、足すごいな。あと動けるし、ほら走れるし。これで終わりと思いきや、僕が出た理由は別にあります。はい、またですね、キャロウェイアパレルさんと一緒にですね、イベントさせてもらうことになりました。この路面店と近くにあるゴルフゾーン、ゴルフゾーンっていう、シミュレーションシミュレーションゴルフの場所があって、はい、その場所でキャロウェイアパレルさんと一緒にうちがイベントができる。はい、で詳しいね、内容はですね、いつものね、下のリンクとか、はい、文章がバーって並びます。で、日にちも募集人数もそこに書いてあります。はい、今回のイベントは、前あれだったじゃないですか、海の家、あれも楽しんでいただいたんですけれども、うん、それよりもさらにゴルフ感が高い、さらに内容もパワーアップしてゴルフをやります。シミュレーションゴルフで、かつキャロウェイアパレルさんとやるので、このお店も使って何かやります。はい、やります、ゴルフやります。はい、でも初心者の方も前回同様楽しめる感じになってますね。はい、で今回は女性だけのイベントではありません。男性も募集します。なので皆さんどしどしご応募ください。あと最後1点、はい、参加資格はインスタグラムのアカウントを持っていること。そうです、今から作ってもいいし、今から作ったらちょっと写真を投稿しておいてください。インスタグラムのアカウントを持ってる人が応募できます。男性も女性も応募できます。日程まで実はあんまりないんですよね。ない。なので皆さん悩まず、どん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 応募してもらえると嬉しいです。皆さん、チャンネル登録と高評価とコメントお待ちしています。また次回の動画も楽しみにしてください。バイバーイ。